皆さん、こんにちは。シンデレラ症候群や、ピーターパン症候群など、メルヘンチックな病名の病気をご存知ですか？童話や小説、おとぎ話が由来の病気というものが意外とたくさんあり、それぞれ名称がそのまま使われているとのこと。そこで今回は、そんな誰もが知ってる童話やおとぎ話が由来の病気をご紹介します。1. シンデレラ症候群。男性に高い理想を持っていて、今は貧相な生活を送っていたとしても、いつか白馬に乗った王子様のような人が現れると信じきっています。まさにシンデレラのようなお姫様になりきっている病気ですね。また男性に依存する傾向が強く、幸せにしてもらいたいという願望があるので、自分からは動こうとしません。絶対付き合いたくないタイプですね。 2. 白雪姫症候群。幼い頃に虐待を受けた子供が母親になり、自分の子供を虐待してしまうという病気です。白雪姫では継母が鏡に対し、この世で一番美しいのはという問いに白雪姫という答えが返ってきたことから、怒り殺そうとします。愛されなかった子供が幸せそうな自分の子供を見て、嫉妬と復讐という意味を込めて虐待してしまうということです。でもこれでは白雪姫というより白雪姫の母症候群ですね。 3. ラプンツェル症候群。髪の毛を食べずにはいられなくなる病気です。自分の髪の毛だけではなく、他人の髪の毛さえも。飲み込んだ髪の毛は消化されないで、長い毛玉のようになって、胃から腸まで伸びていたのが、ラプンツェルのような長い髪の毛を彷彿とさせたことから、この名前を付けられたらしいです。症状自体はラプンツェルと直接関係ないですが、怖すぎです。 4. 眠れる森の美女症候群。普段は常人と変わらず健康な生活を送ってますが、ある時1年に数回くらいの割合で強い眠気に襲われ、数日から数週間の間眠り続けるという病気です。だから眠れる森の美女からのネーミングなのでしょうが、最初は男性のみ発症していたらしいです。現在は女性もかかることが分かっています。 5. ピーターパン症候群。大人なのに精神的に子供のままな状態を指します。言動が子供っぽかったり、責任感を負うのが嫌なので社会に適合できません。大人になっても反抗期など感情の制御ができないのも特徴です。最初は誰もが持っている感情なんですけど、おそらく甘やかされて育ったり、いじめなどのトラウマから発症するのだと思うので、育った環境によっては誰もがピーターパン症候群になる可能性はあります。大人にならない少年ピーターパンからこの病名が付けられていますが、自己中心的で怒りやすく、ずる賢い、無責任など、まるでピーターパンのような子供じみた性格だという理由でもあります。 6. 不思議の国のアリス症候群。視覚的に見るものを通常とは異なった大きさで見えたり、自分自身も大きくなったり小さくなったりする奇妙な感覚に襲われます。症状には他にも
時間の進みが早くなったり、浮いている感覚にとらわれることもあるそうです。原因は不明みたいです。こんな症状になったら頭がおかしくなりそうです。自分の体が大きくなったり小さくなったり、その他不思議な体型をする不思議の国のアリスの名にふさわしい病名ですね。芸術家に発症することが多いようです。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。